こんにちは、銀座一輪の三田月です。またお会いできました。今日は帯揚げのお話をしていきたいと思います。帯揚げって着物のコーディネートには大事なアイテムの一つなんですけれど、いろんな一枚に対してね、いろんな色がこう入ってたり、私ここを出したいの、真ん中出したいの、こういろいろ出したいものがそれぞれあると思うんですけど、うまく出せないわっていう方のために今日はお話をしていきたいと思います。では最後まで見てください。はい、まずは初めにこういう帯揚げ、ちょうどこの帯揚げの真ん中の色を出したいわっていう時のやり方ですね。真ん中の色を出したい時ね、これ分かりやすいのでこの帯揚げを使ってやってみたいと思います、ね、まず大事なのは、前のところではなくて後ろの枕にどうやってかけるかが一番大事なんですね。真ん中を出したい時、その時は、こちらの枕にちょうど、真ん中にこの柄が来るように上と下と同じだけこうかけてあげてください。脇にね、ちょうどこういう風に柄が出てくるようにこう真ん中ですよね、ちょうど真ん中にこの中心がここに来るようにかけることが大事なんです。はい、ではそれから今度は前になった時どういう風にするか、前に来た時にどういう風に折っていくかね、次これをやってみたいと思います。まずはこちらのね、下前からやりますから上前の方は止めておいてください。そして必ず少し引き加減にしていただいて緩みがないようにやっていきますよ、ね、ご自分のちょうど真ん中より少し多めに取っていただいて内側に入れます。そして、先だけ三つ折りにしていただいてこれを半分にします。ちょうど半分に折っていただくとちょうど中央が上に乗ってくるようになります、ね、これをこういう形で、ね、真ん中が上が輪になっているので下に手を入れていただいて指をね両方入れて後ろまで引いてあげます。そうするとまっすぐなるはずですから、ね、これで両脇をちょっと止めときます。そして反対側ですね。反対側も必ず開いて、ね、開いて、こうやってねじらないようにちゃんと開きますよ。それでちゃんと引いていただいて、少し端をね引くと緩みが取れます。そしてご自分の真ん中より少し多めに、ね、内側に折っていただいて、先だけ三つ折りにします。ね、先だけ三つ折り。それから2つ折りにして輪を上にします。そして下にここが開いてますからこう指を入れてスーッと脇まで引いていただくと、これの時ちょっと綺麗にいかない時はちょっとねこうやって開いていただいてね、綺麗に入れ込みます、ね、そうするとこう真ん中がちょうど出るわけですね。でクリップを外して、ね、で上を左が上になってしっかりぐっと締めます。でこういうふうな形で立てて、下にこのねじったところを先に板の内側にぐっと入れて、これを下に見えますか、これをねじった形で下に入れていきます。それから真ん中4センチぐらいにしていただいて、板の内側を、ね、空洞になってますからこれを引いていくと綺麗に真ん中の、ね、紫のところが出ると思います。よいしょよいしょ、こんな形でやると紫が綺麗に真ん中に出ていくと思います。でぜひこれは試してみてください。はい、では次に2色
とか3色とかあるんですけど、まあ、今日は2色でやってみましょう、ね、2色今回は目立つようにちょっと赤を出してみたいと思います、ね、これは赤を、2つに折って、そして、2つ折りにして、あの輪を下にしていただいて上にだけかけます、ね、で下は引くことでこうピタッとなってくるので下はかけないでも大丈夫です、ね、上だけきちっと端まで、枕の端までかけてあげてください。ここがスタートになります。はい、そして2つ折りの場合は、はい、まずは下前を押さえて、あ、上前ですね、上前を押さえて、ね、はい、で下前からいきますね、下前は赤がこうやって出てくるはずです。2つ折りにしてます、ね、でやはり同じようにちょっと引いていただいて、真ん中より、まあ、10センチぐらいですかね、7、8センチ長めに取って内側に入れます。はい、そして中にきれいに入れ込んでしまって、これはシワを作らないことと、ここに膨らみを持たせるために、ボリュームを出すためになるべく中側に折っています。で上が端なのでピロピロこうしてますけど、これを上手に内側に折ってください、ね、で下に、下もちょっと色が出てる場合は下も少し折ります、ね、で脇から見て平らに水平にこうなるようにしていただいて、きれいにこう綺麗に畳めたら帯に沿わせてクリップで留めておきます。これの方がね、せっかく綺麗に折れたんですから、綺麗に折れたまま、折ったままここで留めますよ。で今度は上前です、ね、2つ折りですから、こういう風に赤が必ず出てきます、ね、こう濃い方が出てきた場合はねじれてるかもしれないので、必ず脇を見てね、ねじれてないようにしてあげてください。引きますよ、キュッキュッと引いていただいて内側に折ります、ね、内側に折るとシワもできにくいし、ね、膨らみのここのボリュームが出ますから、はい、でこれを内側に、ね、なんでくるくる巻いていくかというと、ここにこうふわーっと、ね、きれいにしてほしいから、ね、こう上だけしか出てこないので上をきれいに膨らませてあげてください。そうするときれいなね、ふわっとしたきれいな形になります、ね、で先ほどと一緒で左が上、ね、ぐっとこうねじる形になります。でねじったところを内側によいしょと入れてしまう。入れると緩んでこないので、下をね、右側に向けてぐーっと引いていきます。そしてあとはここを整えて、今私半分の違い色を出してるんですけど、黒も出したかったらこう反転させてこっち出しても大丈夫。でもこれは赤を出していきたいので、ね、赤をきれいに出していただいて、真ん中を板の内側によいしょと綺麗に入れていただくと、ふわっとした形にできると思います。あら、こう綺麗にね、端まで入れてあげてください。はい、クリップ取るのを忘れずに、ね、よいしょ、はい、はい、いかがでしたか。出したい色が簡単に出せる方法、ね、帯枕にどんな風にかけるかでね、随分変わってきます。これで簡単にどなたでも好きな色が出せるようになったと思います。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。またの動画でお会いいたしましょう。皆さん頑張ってください。